そうだな、橋完成したら作ってほしいのが、ちょっとそこそこの建築物っていうか構造物みたいに作ってほしいな。おー、いい感じになって、いい感じになってる。素晴らしいですね。どうしようかね。村に足りないもの。村に足りないもの。なんかちょっと大きめの役場みたいなの作ってもらうか。なんか市役所的なさ、こう、村役場的なの作ってくれ。作る場所なんだけど、ちょっと大きめの建物、まあ、半分教会みたいなイメージで。大きな、そこそこでかい建物をですね、ここに作りましょう。この下の、この辺あたりの敷地使っていいんで、好きに使ってください。この辺の敷地。お願いします。この辺ね、この下あたりで、好きに使ってください。よしよしよし。どうなってんの？視察の名所、井戸。は？おい。なんだこれ。あーじゃねえよ。まあ任せる。もうそれもう完成品がどうなるか任せるからな、俺も。まあ作業に入る。作業戻れ、作業に。作業に戻れ、作業に。作業に戻りなさい、あなたたちは。まだ井戸から出てくるな、作業が終わるまで。作業続けろ。作業を続けろ、作業を。作業に戻れ。作業に。はしごを外しておくぞ。作業に戻って、作業に。はい。頼むよ。まあ、あれだけ作ってくれたから多分彼らはもっとすごい、すごい地下空間を作ってくれるでしょ。豚丼とそのポンデリングさんの地下空間を作ってくれ。井戸からね、入れる壮大な地下帝国を、まあ、豚丼とポンデリングが作ってくれるらしいから。その井戸の下は期待だね。多分すげえ空間になるんだろうな。懐かしい、この第一壁外支部って。あ、いい感じだね。ここもなんか。お。やりますね。でも割とすぐ死ぬぞ、俺。ふざけんな、お前。俺の、お前さ、これ見てわかるだろう。おい。これ見たら何が足んねえかわかるよな。よし。よしよしよし。どうなってんだこれ。まだまだ制作途中なのか。おー、いいっすねー。これ下全部さ、水流さねえ。これ下、これ全部下水流そうぜ。ウィッチ浮いてるけど。なんかちょっとかっこ悪いじゃん、この下の部分。よし、水流し班ちょっと作るか。水流し班。あなた、綾波で、綾波で、水流して水。この真下全部水で、まあ高さは水の高さなんだけど、まあそうだね、そんな高くなくていいや。そうだね、これくらいの位置まで水にしてくれたらそれで OK。この、これね。この石、丸石ブロックの1ぐらいまで水にすると。で、やってもらうのが、綾波レート。あなたの、黄色クマ、キグマ、キグマと、あなたの、カフェラテと、あなた、RM1243。あなたたち3人、これ、ここ全部水で、よろしく、頼むぞ。水の調達方法については、もう任せます。任せますんで、やってください。さあ、視察するぞ。何も仕事ない人いないか？あなた仕事なさそうだね。意味。フェイクボックス24。あなたは、松明を井戸に放り込む仕事して。フェイクボックス。あなたは松明を見つけてきて、おい。フェイクボックス。あなただ。
あなたは松明を見つけてきて、松明を井戸に放り投げる仕事。何のためにやるかは聞かなくていい。じゃあ、開始。資材系がなんかかなり不足してる感あるんだよな。木がなくないか、木が。すべて現地調達の状況になってる気がするんだよ。ちょっと物が不足しすぎている。食物とかはあるけど。やることありません。簡単な仕事ください。木を切って、そこにもう一度木を植えて、木を切って、もう一度そこに木を植える作業してくれ、じゃあ。木はそこら中にある。木材集めるんだ。物が割と不足してる感もあるよね。ピラミッドやべえな、つうか。よし。ちょっと倉庫の様子を見てみるか。本当に倉庫に何もないのだろうか。おお、何してんだお前。君何してんだね。お、まあ大丈夫か。君瀬戸小路村に行きなさい。瀬戸小路村に行って木を切ってきなさい。木を切るんだ、木を。わかるか、木を切るんだ。そうそう、そうやってね、人材募集とかやってほしいんですよね。その仕事をちょっと割り当ててやらげてほしいです。この辺のネザーブリックとか必要そうなの持ってくるか。この辺の持っていきましょう。ちょっと建築の資材に使えたらいいと思って、ちょっとネザーブリックとか持ってくからね。なんだこれ、トイレに行ってきます。ふざけんな。で、ネザーブリックをちょっと入れとくか。壁外調査第一部の中に、入れとくんで、ネザーレンガか。ネザーレンガ入れとくんで、ネスか。ネスさん、よかったら、使ってください。仕事ください。仕事？あ、やべやべ。チートボード飲んだ。仕事ね。仕事か。今やるべきことはそうだな。やっぱ木だね。木が圧倒的に足りないから、木を植えては切るの作業を繰り返してもらうって感じかな。ちょっと何もすることが本当にないっていう人は、あと家を建て、つかどっちかっていうと家建てまくってほしいね。その材料がないっつんだったら、まあもうしょうがない。家を建てる、あ、こういうのいいよね。内装もしてね、内装。内装もちゃんとやってください。なんか下すげえなんかわさわさ動き回ってんだけど、何やってんだこれ。井戸班は何をやってんのこれ、さっきから。井戸はどうなってんだよこれ一体。さっきからさ、井戸は何やってんのこれ。なんか掘り当てたのかこれ。なんか掘り当ててんぞこいつら。おい、どういうことだあの緑色。お、やばい、来るな。もう変なもの掘り当てやがってよ。もうおい、いるじゃねえか。ちょっと、うわあ、すげえことになってるこれ。もうダメだ、井戸班がなんかむちゃくちゃ、いや、井戸班は井戸班に任せよう。もうなんかよくわかんなかったら、とりあえず何したらいいかよくわかんなかったら、井戸班になっていいよ。地獄の井戸班になりな。もうなんか、とりあえず何もよくわかりませんって言ったら、もうとりあえず井戸班になればいいから。あなた井戸班だ。ロロシオくん。あなた井戸に行こう。ちょっと。君さっき見かけたし、この井戸の中に降りてくれ。そしたらもうすべてがわかる。どうぞ、ネザーレンガ使っていいよ、使っていいよ、どんどん。あなたも、ウルフくんもね、中降りていいよ。ちょっとキッズっぽいし。降りていいぞ。あ、ごめん。あなたも行くか。間違って殴っちゃったし。部長ヘンザくんも、この井戸の中降りな。井戸55。とりあえず降りたら指示してくれるから。とりあえず降りていいよ。555。降りていいよ。部長ヘンザくん。あなたも井戸班だ、今日から。55。井戸班55、ムーブ。松明投げ込む仕事してる。まだやってたのか。まだ松明投げてる仕事してる。おい、松明回収しといてね、豚丼、それ。松明いっぱいあるよ。よくわかんないキッズがいたときは全部地下労働に従事させれば。井戸班はちょっと、井戸っていうか、まあ地下だな。地下をなんかする担当のことを井戸班と名付けよう。